おはようございます。黒バラ軍団の太郎です。本日のターゲットホールは六甲メトロさんです。入場抽選の結果2番でした。朝一の立ち回りなんですけども、前日下見をした際に、特に強い台がなかったので、まずはホールの状況を把握からやっていきたいと思います。現在 D ランクで1勝中ですので、2連勝を目指して頑張りたいと思うんですけども、本日、明日の仕事の都合上実戦時間に限りがございますので、その辺も考えながら、しっかりと立ち回っていきたいと思います。それでは実戦よろしくお願いいたします。ございます。朝一7揃いしてますね。でもアレスロは残ったままですね。でもビンゴは全部前代消えてますね。今ホール内人通り見たんですけども、まあ、前代7揃いということで、まあ、学訓チェックなどもできないので、まあ、ちょっと一旦周り様子見ながら、リセットかかっているのかどうか、まあ、番長とか分かりやすい機種ちょっと見ていこうかなと思います。はい、この重要なんですけども、ホール全体見てみた結果、まあ据え置き確定の濃厚の台もありますし、まあ、リセットの台もあるっていう感じなんですけども、まあ、リセット挙動、もうちょっと見てみたいので、この銃を、少しだけ、リセットかどうか確認したいと思います。銃をランプは光ってないんです。あ、光りましたね。これおそらくリセットっぽいですね。14ゲームジャックチェリーです。はい、84ゲームでやめて他に移動したいと思います。バジリスク、キズナが5台あって、3台稼働の1発目にバジリスクタイム入ったのが1台ですね。マイジャグは開始20分でレギュラー5回目ですね。で、カードの台もすでにレギュラー3回。あ、結構昨日ジャグラーシリーズを見ていると高設定挙動の台も見受けられたので、まあちょっと他打てる台がなく、まあ、ジャグラーいいのがあればそういうのもね、 A タイプも、視野に入れて立ち回っていきたいと思います。はい、このバジリスク2なんですけども、現在196ゲームで、前日が一度も当たってなく300ゲームやめで、まあ、その、2日前までも合わせると、616ゲームなんで、まあ、ちょっと期待値的には安いですけども、まあ、今他に打つ台なく何も打たないよりかは全然いいと思いますので、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。じゃあ打っていきます。まあ、ホールの朝の状況を見てますと、まあ、7揃いで学訓判別ができず、機種単位でリセットかけられてるのもあればそうでないものもあって、結構ランダムにリセット据え置きが入り乱ってる状況なんで、まあ、少し朝から、まあ、酔い腰とか狙っていくの攻めにくい状況なんで、まあ、こういう安い台、確実に打てる台があれば、まあ、積極的に打っていって、まあ、この後も、まあ、期待値少しでもあると思えば、
積極的にちょっと攻めていきたいなと思います。297ゲーム合格中の今日 MB ですね。で、まだまだ秋物緑で発見です。で、タイトルの色がちょっと大きいですね。チャンスアップです。勝ちましたね。301ゲーム合格中の今日 MB から総投資が300枚です。バジリスク対サイクル中5対5ですね。125ゲーム423枚の獲得でした。はい、40データカウンター上で43ゲームでやめて他に移動したいと思います。まあ、そうも言ってられない状況だと思いますので、打てるうちに、ジェットナイで打っていこうと思います。はい、209ゲーム453アベスまでテンハの時で引っ張られてしまったんですけども、やめて移動したいと思います。はい、このささみさん頑張らないスロットなんですけども、当日ノーボーナス458ゲームで、前日と合わせると713ゲームの台なんですけども、まあ、これバラエティーコーナーにありまして、同じくバラエティーコーナーのシンデレラブレイド2が据え置きだったということもあるので、据え置きなら天井狙いしていきますし、仮にリセットでも、天井777になるので、この台を天井狙いで打っていきたいと思います。
タイの4つですね。603ゲーム、お兄ちゃんさんシステムです。赤まで行きましたね。次回予告出ました。621ゲーム、次回予告から発展です。はい、624ゲーム、ボーナス確定ですね。追加投資してるんで総投資が500枚です。では頑張るボーナス消化していきます。できずでしたね。で、頑張るゾーンです。はい、このボーナスは201枚の獲得でした。はい、ボーナス5、3ゲームでやめて他に移動したいと思います。はい、ジャグラー前代中間設定以上はありそうな履歴はしてますけどね、今の時点では。これっすね。はい、このアイムジャグラーなんですけども、現在、ビッグボーナス5回、レギュラーボーナス9回の台で、レギュラーに関しては設定5、6を、上回ってる数値で、前日前々日もかなりレギュラー確率強いので、まあ、ジャグラーに関しては据え置きっぽい台も見られるので、この台も据え置きの可能性があるかなと思いますので、まあ、この台打ちながら、今 AT、RT 機打つ台ないんで、もしそちらが開けば、まあ、移動するという感じで、まあ、しばらくちょっとこれ打っていこうかなと思います。では打っていきたいと思います。このニューアイムジャグラーなんですけども、お店の位置的に通路入ってきてすごく目立つ場所にあって、なおかつ角台で、まあ、見栄えとしてはここに高設定が入っていれば、まあ、入ってきてすぐ何て言うんですかね、出玉感があればあってなるところなんで、まあ、そういった意味でも、まあ、期待できるのかなとも思いますので、まあ、ちょっと様子見たいと思います。457ゲーム、チェリー町のビッグボーナスです。ギリギリ持ちコインで当選しましたね。72ゲームですね。単独のレギュラーボーナスです。
157ゲーム単独のレギュラーボーナスです。落ちこいんですね。今も落ちこいに全て飲まれてしまったので追加通して550枚目ですね。まあ、できればあまり追加投資したくなかったんですけども、先光りしましたね。167ゲームチェリー重複のビッグボーナスです。34ゲーム単独のレギュラーボーナスです。やっぱりレギュラーは依然として強いままですね。先光りしましたね。92ゲームで持ちコインで単独のビッグボーナスです。朝からジャグラーの島見てますと、マイジャグラー全5台が、まあ、午前中はいい挙動、いい出来してたんですけど、まあ、今お昼回ってから、まあ、徐々にレギュラー確率も落ちてきていて、まあ、ビッグ先行してる状態で、まあ、ビッグもレギュラーも両方飛び抜けてるっていう台はないんで、まあ、前台ベースが高い、まあ、高いと思うんですけど、まあ中間ぐらいなんかなという感じになってきてるんで、まあ、このニューアイムジャグラーの島に関しても、まあ、1台ビッグ先行して出てる台ありますけど、まあ、レギュラーついてきてないですし、まあ、一番この台がまだいいかなというぐらいの状況なんで、まあ、他に本当 AT、RT 機ちょいちょい見に行きながらいい台あいだら、まあ、全然移動しようかなっていう、そんな感じの、そんな感じですね。いやー、だいぶびっくりしましたね。23ゲームレギュラーボーナスです。46ゲームですね。単独のレギュラーボーナスです。これでレギュラーが14回なんですけど、まあ、3000回転到達してないぐらいなんで、まあ、でも200分の1、ちょっと210分の1ぐらいですかね、まあ、だいぶいいですね。154ゲーム単独のレギュラーボーナスです。まあ、レギュラー引いてくれるのは設定判別要素的にはすごい嬉しいんですけど、やっぱりそれなりにねビッグも引いてくれないと出玉が増えないので、まあ、ビッグ確率400分の1近くなんですよね。もうちょっと1で280、90ぐらいなんで、もうちょっと頑張ってほしいですね。13ゲームレギュラーボーナスです。167ゲーム先光りの
満足ビッグボーナスですね。51ゲームですね。ああ、すいません。51ゲームビッグボーナスです。175番台が今日いいんですけど、これ昨日もいいんですよね。まあ、据え置きの可能性がありますよね。で、今僕が打ってる台が、まあ、前々日から良かったんですけど、まあ、レギュラーに寄ってるせいで出玉はそんな出てないんですけど、まあ、175番台が据え置きならこの台も据え置きの可能性は十分にあるんじゃないかなと思いますね。219ゲーム単独のビッグです。164ゲームレギュラーボーナスです。現在3700回転弱前輪車の方と合わせて打って、ビッグ11のレギュラー17で合算が133分の1ですね。ガスさんも設定5、6の近日でレギュラーに関しては5、6を飛び抜けているといった感じですね。94ゲームですね。単独のレギュラーボーナスです。レギュラーが走ってきます。139ゲームチェリー重複ですね。チェリー重複のビッグボーナス。8ゲームでペカりましたね。単独のビッグボーナスです。ジャグラー系の攻め方なんですけども、まあ、マイジャグラーとか使い割りの高い機種は朝一から、まあ、積極的に全然攻めていくのありやと思うんですけども、まあ、やっぱりどうしてもニューアイムジャグラーとかは機械割り低いジャグラーに関しては、まあ、朝から攻めにくいというのがあるんで、まあ、僕基本的にはやっぱり朝 AT、ART 機使ってからの、まあ、リカバリー機種としてある程度回転数こなしてある、まあ、履歴のいいジャグラー夕方からとか打っていくのが、まあ、機械割りですけど、まあ、そこまで回転数とかね、回ってる回ってるほど信頼性出てくると思うんで、まあ、そういう場合に打つのは全然ありかなと思いますね。60ゲームで単独のビッグボーナスです。ようやくビッグがついてきてくれましたね。マキペカでチェリー重複ですね。62ゲームチェリー重複のレギュラーボーナスです。
はい、このニューアイムジャグラー EX なんですけども、ここまで打ってきて、ガスさんもレギュラー確率もかなり良く、まあ、おそらく設定5、6はあるんじゃないかという挙動で、まあ、普段なら、閉店まで打つところなんですけども、明日仕事があるので移動しないといけないということなんで、まあ、残念ですけどここで、実戦の方を終了させていただいて、出玉の方を流させていただきたいと思います。回収が1224枚でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけども、朝一ホールに入ってみると、7揃いしていたので、学訓チェックなどができず、状況を見てますと、リセット据え置きが、ランダムに入り乱れているという感じで、なかなか酔い腰狙いなどができず、立ち回り的に厳しかったんですけども、まあ、そんな中でも、A タイプジャグラーの設定挙動に、最後はたどり着くことができたので、なんとか勝利することができました。本日の結果なんですけども、投資が650枚、回収が1224枚、3枚がプラスの574枚でした。これで D ランクで2連勝することができましたので、次回3連勝できるように頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。